そんな地域の方々の気持ちと私たちの学校で学んでいることを試したいという思いがマッチし、平成25年度より高校生カフェサノボヌールをオープンしました。毎回実施しているお客様アンケートからたくさんの課題が出てきました。私たちはその中でもまず接客についての意見に着目し、接客技術の向上を目指しました。具体的には受付から会計、商品の提供に至るまでの一連の流れを何度も練習しました。先生方にも協力していただき、お客様から見て自分の接客はどのように見えるかを心がけました。また閉店後にはその日のうちに反省会を行い、次のカフェに生かすようにしました。お客様からいただいたご意見から、接客技術の向上を目標に改善を行いました。お客様に自分の姿はどのように映っているのかを心がけて接客を練習した結果、接客満足度 90% に達成につながりました。お客様がカフェに関する情報を習得しやすいよう、ホームページ情報の充実を図りました。ホームページを PR にも活用しました。これらの情報を見て来ていただいたお客様もいることから、ホームページによる情報発信は PR に有効であることが分かりました。この取り組みを続けることによって、新たなお客様の獲得につながればと思います。今現在どれぐらいの生徒が ICT を利活用できていると感じているのでしょうか。高校1年生225名の中で ICT を利活用できていると感じているのは全体のわずか 27% だったんです。その他にもタブレット PC が重たくて持ち運びに不便だという意見や、学校で充電をしたいという意見がありました。今日私たちが紹介したのはタブレットと紙を融合した勉強方法です。このようにタブレットや紙に固執するのではなく、それぞれの良いところを融合することで、より良い勉強法が生まれるのではないでしょうか。また将来的には学校と自宅をネットワークで結び、授業を中継することによって欠席による授業の遅れを防ぐことができるかもしれません。このように私たちは学校全体で ICT をより利活用できる方法を探っていきたいと思います。皆さんは木組って知っていますか？はっきりと名付ける人は少ないと思います。私があるテレビ番組を見ていた時、日本の文化が紹介されている番組で、画面左側に見えるように肩持ち針に人が乗るという場面がありました。私はすぐに折れると思っていましたが、その針は折れるどころかびくともしませんでした。私はこの時に自分の中の常識を覆された気がしました。私の中の常識を覆したのは木組だったのです。これが私が木組に興味を持った理由です。日本の伝統である木組について調べてみて、木組は現代の技術にも劣らない魅力があることが分かりました。また昔の人はものづくりを心から楽しんでいたのだろうなと感じました。この木組の普及のために、私も将来何らかの形で貢献したいと思います。最後に一番思ったのは、新しいものを作り出そうとするのもいいけれど、昔を振り返って古いものを見つめ直してみるというのも大事だということです。そうすることによって木組以外にも眠っている日本の魅力がどんどん再発掘されていくと思います。私は小6の夏頃に靴の中に入っていたムカデに気づかず足を噛まれてしまいました。その時私はムカデについて、ムカデはものすごく凶暴なのだとその時知りました。そしてトビズムカデの調べた生態ですが、トビズムカデは肉食で何にでも噛みつくため非常に危険です。さらに大きさが15センチで家のどこからでも侵入してきます。皆さんは私が描いたこの2つの絵、どっちがムカデでどっちがヤスデだと思いますか？実はですね、この黒い方がヤスデで赤い方がムカデです。
で、さっき言った通り、ヤスデはこの一つの節につき2本、2対の足が生えています。ですが、そんなものをパッと見だって分かるわけがありません。ですので、ヤスデは長くなったダンゴムシだと思ってください。私たちが考える商品のテーマは落ちない消しゴムです。皆さんは授業中やテスト中に何度も消しゴムを机から落としてしまい、気まずい雰囲気になったことはありませんか？また入試や就職で落ちないなど、落ちないということは良い験担ぎにもなります。このように利便性と縁起の良い商品の開発を目指しました。落ちない消しゴムの試作品を作りました。これはその時の様子です。それぞれ100回ずつ行いました。すると普通の形では48回、試作品の形では59回枠から出てしまいました。ちょっと待ってください、これ失敗ですよね。そうです、どちらかといえば失敗です。落ちない消しゴムを作るつもりでしたが、なんとも落ちのつかない結果となってしまいました。利便性を追求した落ちない消しゴムを考え、世の中の受験生の心の支えになりたいと思います。なぜ修学旅行がこんなに思い出に残るのか。一つは日頃できない体験ができることにあると思います。テーマパークのアトラクションやレストランでの食事、ホテルで夜遅くまで話したこと、とても思い出に残っています。二つ目はバリアフリーの取り組みです。私はバリアフリーなしでは楽しく過ごすことができなかったと思います。新幹線では事前の連絡でスロープの用意からよりよりの補助までしてくださいました。他にも私が行った水族館では車椅子のための別ルートを誘導してくださったり、テーマパークでは車椅子のまま利用できるアトラクションがあったり、すべてのトイレは車椅子対応だったりと、さまざまな取り組みが行われていました。